本日安倍総理が行うと話題になっている内閣改造について解説しましょう。内閣は何人もの国務大臣によって構成されていますが、そのトップは当然ながら内閣総理大臣、そして総理は他の全ての大臣を自由に任命し辞めさせる権利を与えられています。その総理がいっぺんに大半の大臣を入れ替えることを内閣改造と呼んでいるんです。内閣改造を行う理由としては、現状より大臣の配置を適材適所にして内閣の能力を高めることや、新しい人材を登用して国民に政権に対するフレッシュ感を抱かせることなどが挙げられます。その他にも、特に自民党の長期政権時代にはある程度の当選を重ねた議員は大臣のポストにつけるという暗黙の了解があったため、少しでも多くの議員に大臣職を回すために内閣改造を行うという側面もあったようです。内閣改造当日の流れは、朝の閣議で現職の大臣全員から辞表を受け取った総理が官邸に組閣本部を設置して新大臣を任命し、閣僚名簿が発表されます。そして新大臣たちは就任会見を行った後、皇居に赴き天皇陛下による認証式を受けます。それから大臣たちは再び官邸に戻り、新内閣勢ぞろいの記念撮影を行うんです。ニュースなんかでよく見る階段のあれですね。ちなみに内閣改造後も同じポストにとどまる大臣であっても、一度辞表を提出し、後で総理がその辞表を返すという面倒な手続きを取るらしいです。